深夜25はですね2周年を迎えたんですけど興味ないですよね。うん、そうなんですけど、僕が最初の紙の R15 をね、オリジナルでやってた時のエッセンスの精神が見事に受け継がれてて、それはすごい嬉しかったですね。会話スタイルっていうのもやっぱ発明だなと思って、読者を脅威させて、そこに聞き手が登場してるじゃない。だからよりこう読者からしたら、そうそうそうなんやってこうなりやすいんじゃないかな。CR25 さんでやっていただいたインタビュー記事がトレンド2位まで。プラマチューカって名前が上がったのでだいぶ反響がありましたね。ファンの方もそうですし、お仕事先で CR25 読んでますとか言いましたっていうご意見いただくことが増えました。 R25 はやっぱいいなって思うのは、週刊誌とかまあ、SNS とかが人間の悪いとことかミスとかを拾う、結構ネガティブな方のコメントの方が PV が伸びがちなんで、 R25 はその人の魅力を出すポジティブなメディアですごい雰囲気がいいと思う。なんで俺さんこんな取材を受けてくれるのかなっていうのは聞いてみたかったんです。分かってる人たちと一緒にやりたい。分かってない人たちとやるとただの時間の無駄かな。俺と読者が交差するポイントってあって、それを見つけるって、はい、まあ、R25 の役割はそこだよっていう、はい、反響があったかどうかツイッターとかで分かるんだけど、それこそテレビ番組よりも反響あると思う。嬉しい。っていうかそういう時代だよね。